ここはダムっていうか放水口があるところですね。去年10月にここ来たんですけど、今日よりだいぶ水は多くてですね、ここぞというポイントにちょっと届かなかったっていうちょっと言い訳だけさせてください。坊主でしたけどね。今日はだいぶ水少なくなってるんで、狙いたいところ届けばいいかなって感じで、でこっち岸ダメだったら対岸に移って、やろうかなという段取りでございます。じゃあやってみます。ちょっとね、雨が結構すごいんですよ。安定の雨が。よし、こけたとこ映ったか。今下流側を釣ってらっしゃった平蔵さんと雨だったらしいですけど、ダメですね。どうなんですかね、今日は全然釣れませんね。あら、誰も当たりがない。誰も釣れてないです。ないですね。やっぱもっと奥の方なんですかね。息がないかもしれないね。ないですかね。あ、ルアーから本流竿にチェンジしてるっぽいですね。あちらで亮さんが釣ってて、後ろに平蔵さんが見守っております。さあ釣れるかな。あー、難しい。難しすぎます。食わないですね。亮さんも平蔵さんも釣れないんじゃ、僕ちょっと見てるしかないですね。いいポイントみたいなんですけどね。場所かもしれないですね。場所ですか。うん、ああ、いるところ、食う魚がいるところに行けば釣れる。まあ食ってくれないですね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。雨宿りですか。どうでしたか。ダメですね。全然当たりもないですか。当たりもない。下の方、あまりにも流れが平らすぎるんですね。そこまでがやっぱり一番いいところで、あと下はダーッと流れてるだけで。ダメですよね。何も石も何も入ってないんで。当たりも何もなかった。やっぱ対岸ですかね。対岸でも当たりなさい。ふふ、ちゃびちゃ。ふふふ、どうですかね。どちらに移動する感じですか。そうですね、今下流、道の駅よりも下の方がいいですかね。なるほど。なんなら昨日のところでもいいですけど、もし人が空いてれば。あ、道の駅見てみますか。あ、そうですね、道の駅行ってみて。うん、じゃあ道の駅、じゃあ、ね、場所移動するみたいです。行きましょう。あれ、どうしました。ここはやっぱこっちだ。ああ、そうなんですね。はい、じゃあみんなで下流側ってことで。平蔵さんを見守る。うん。釣れるかな。これ釣れそうだな。釣れます。すごいゆっくり流してるんだ。焦る。こっちがドキッと。
きそうなんだけどな。なになになに、あ、やばい、防水じゃないから早くかぶビニールかぶせないとやばい。いやー、なんだか今日は渋いな。ここは道の駅の駐車場のすぐ下なんですけどね、今日はあの亮さんも平蔵さんもまだ釣れてないの。あ、相当渋いってことだな。あちらで佐藤さんもやってる。依然として雨は止まないしな、寒いよ。Thank you.
これ暗いんじゃないですか。あ、ブラウンだ。ブラウンですね。ブラウンだ。映ってたか。これ釣れたぜ。ありがとうございます。よかった。よかった。いや本当によかった。出ましたいきなり。やっぱあの石のあれでしたね。そうですね。ちょっと下の方で。それ？そうです。あの沈み石のところですね。ブラウン。ブラウン。ブラウン。あ、ブラウン。ですね。よかった。よかったです。本当に。あ、持ってあれすればいいじゃないですか。持ち上げます。ええ、やっと釣れましたね。よかったですね。綺麗なブラウンですね。もうちょっと、もうちょっと、うん、ここどうですか。あ、綺麗ですね。ありがとうございます。よっしゃ。よかった、よかった。よかったですね。おめでとうございます。おめでとうございます。何センチぐらいか。このサイズであんなに上がってこないって。2号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 のランカートラウトに変えました。2日目一発目ブラウンでした。やっと続いてね。やっと続いてました。はい、さあ、こちら亮さんです。あそこすごいいいと思うんですよね。石の受けんとこ、まあ僕も一通りやってみたんですけども、ちょっと反応なかったですね。さあ亮さんなら釣れるか。
だって昨日の段階で私坊主で、りょうさんだってでけえの 4,5 本あげてましたからね。何かが違うわ。すげえちってんだけど。かかりました。めっちゃちっちゃい。あ、本当ですか。なんだろうこれ。めっちゃちっちゃい。20センチぐらいじゃないの。へえ。おお。うお、釣れた。おお。こんなんです。釣れた釣れた。プリプリの。ああ、でもよかった。金ピカに見える。ねえ。ねえ、すごい。すげえ、ひらきれ。へえ、きれい。いいですね。これ、広角レンズでちょっと。これ50センチくらいになんないかな。これ何ですかね。相当ですね。すげえ、うん。超ちっちゃい。ちっちゃいの出ました。でかい。今出たんだ。教えを守って細軸の針に変えました。ああ、なるほど。うん、かかるというよりも飲まれた。ちっちゃいけどすごい綺麗なニジマス。綺麗ですね。はい。キメマスみたいですね。ねえ、そう最初かかった時、嘘だろうと思って。そうそう、姫みたいな。ね、本当だ。顔がキメマスみたい。はい。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にね。寒くて大変な一日でしたけど。雨で、なかなかちょっと厳しかったですね今日は。厳しいですね。やっぱ思うようにいかないですね。そうですね。ビッグワンもと思ったんですけど、はい、昨日はね、皆さんが入れ食いで、すごかったですよね昨日。すごい入れ食いでね、バンバン釣ってましたね。バンバンもうどうしようかってぐらい釣ってましたけど。まあ、慣れてるポイントなんで。違いますねやっぱりポイントをやっぱり熟知してるだけね、やっぱり取る技術もね素晴らしいですし、ね、いいですよ。今日は中井さん最初のね一個目本当に良かったね。もうみんな勢いづくかなと思ったんですけど、ね、その時はなかなかちょっと続かなくて、ヘッドさんにも1本作ってたんですね。プラウンがそこでね、はい、さっき出てたところでね1本出ましてね。僕はボスでした。そうか。昨日はルアーとエサ釣り両方で両方釣ってましたもん。44と46が立派なのを皆さんのね、ご指導が良かったので、で今日はねそれをまた参考に。でもちゃんとね、そしてボスじゃなかったね。ちっちゃいな。ちっちゃいプリプリね。最後の最後で1匹釣り上げて、最後の最後ですね。この動画に撮ってないんですけど、携帯の動画に撮ってありますんで、はい、後でちょっと編集しますんで、うん、はい、私の方はね、こっちで編集する、下で1本、こんな感じ。あ、向こうでも釣れました。うん、釣れたんです。釣れたんです。1本だけ。地味に皆さん釣れてましたね。地味に釣れたっていう。あ、これから行く時ですかね。りょうさん今日坊主だったみたいで、昨日の私と同じですけど。昨日爆笑だったみたいで、自分が今日坊主かと思ったんですよ。ああ、本当ですか。でも二匹も釣れましたね。なんとかあそこなんか皮一枚でね。そう、あれはすごい神がかり。神がかりですよ本当に。上顎の端っこも皮一。ってぐらいのあたり。ああ、収めたかったな。結構すごい長い動画になりそうですけど、なったと思うんですけど、ここまで見てくれてる人は結構な猛者ですね。そうですね。これまあ後半ってなってるのかパート3になってるのかわかんないですけど。
3、4回に分けると思いますけど、かなり分けないとあれですね、飽きちゃいます、長時間動画になると思いますので、ね、特に永井さんの方は、昨日夜一晩中撮ってましたから、そう宴会風景ね、ちゃんと映ってましたかね、うん、7割宴会だったし、7割宴会の釣り3割で楽しかったです、あれは次ランキング来る時もまた ああいう泊まりでやりたいですね、うん、やっと泊まりでゆっくりね、それが一番泊まってゆっくりと作戦会議しながら、それがいいですね、うん、日帰りはきついです、本当に日帰りはさすがにねじゃあまた今度あの休み合わせて、そうですね、最後だけじゃなくて、はい、いろんな川でいろんなとこ、はい、まあ、あの一つ話し合った利根川、利根川ですね、はい、利根川もちょっとこの両さんとなってはい、箱筋を箱筋、はい、デンジャラスビックラ箱筋をデンジャラスビックラ、はい、箱筋の引きは半端じゃないですから、ですよね、味わってみたいですね、上流に乗されるって経験ないでしょ、ないです、してみたいですね、だんだん線の上流に登ってきますから、ピューッてそれだけやられてバラすんだったらまあ本物ですよいやもう初コラボ、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に、ね、結構前から計画あったんですけど、ね、計画してたんですけどもね、ようやくですね、ようやく実現しましたね、まさかりょうさん、はい、顔出し OK だったとは思わなかったんで、よかったです、本当に、いや、全然大丈夫です、これからもよろしくお願いします自分の動画では顔は多分出さないと思うんで、そうですね、コラボの時だけはね、はい、そうですね、あの、はい、2人 の、 あのチャンネル下に貼っとくんで、はい、ぜひ見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの私の方もね、はい、皆さんのね、あのりょうさんの方もやっておきますんで、はい、あの皆さん見てやってください。お願いします。お願いします。はい、どうも。はい、いや今日は昨日と今日とありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回この動画でお会いしましょう。